ファティマでの聖母マリアによる幻影の間、太陽を見つめる民衆太陽の奇跡は、1917年10月13日に3人の羊飼いの子供たちによる予言に反応して、ポルトガルのファティマに集まった群衆が立ち会う中で、発生したと報告されている現象である。予言の内容は、その日に聖母マリアが現れて、奇跡を行うというものだった。新聞は、 太陽が空中をダンスするように、またはジグザグに動いた地上に向かって突き進んだ色とりどりのまわゆい光を放ったというような異常な太陽の活動を目撃したという人々の証言を発表した。これらの報告によると、この現象は約10分間続いた。1917年11月、現地の司教は目撃者の証言の再調査と、聖母。 マリアの指摘刑事とされる者がカトリック神学に適合するか否かの査定をするためにこの現象に関する正式調査を開始した。調査を行う現地の司祭は世俗的な記者、政府関係者、現象に立ち会った会議論者たちからの異常な対応現象についての同意証言に強い確信を得た。1930年10月13日、ホセダシルバ司教はこの奇跡は 信じるに値するものであり、カトリック教会において、ファティマの聖母を崇拝することを公式に容認すると宣言した。1951年10月13日のファティマでの集会において、ローマ教皇特使のフェデリコ・テデスキーにはその場に集まった100万の群衆に対し、ローマ教皇ピウス12世自ら、1 9五十年十月三十日、十月三十一日、 11月1日、11月8日に、渡り、バチカン庭園から、太陽の奇跡を目撃したことを告げた。早い段階から根強く続く奇跡と予言に対する、関心は、多くのカトリック教徒の祈りの実践に、大きな影響を与えた。この現象に関して、批判的な視点から、社会学的、科学的に多くの分析が行われてきた。批判者による意見では、 目撃証言は、実際のところ一貫性がなく、説明に矛盾がある。提案されている代わりの説明は、目撃者たちは太陽を長時間見つめていたために、感覚が惑わされた結果、自分たちの期待通りに異常な現象を見たというもので、ある。1917年の春の初め、ファティマ付近に住む3人のカトリック教徒の羊飼いの子供たちが、 天使の出現と彼女たちがロザリオの聖母と呼ぶ聖母マリアが1917年5月から出現したことを報告した。子供たちは祈りが世界大戦を終結させ、同年10月13日に聖母は自分の正体を明かし、皆が信じることができるように奇跡を行うという予言を報告した。新聞はその予言を報道し、 多くの巡礼者がファティマを訪れるようになった。子供たちの説明は大きな物議を醸し、現地の世俗的また宗教的機関の両者からの激しい批判を呼んだ。予言は1910年に成立した反共権主義のポルトガル第一共和制に反対するための政治的動機によるものであるとの考えから、暫定政府の行政官は子供たちを短期間交流した。 1917年10月13日、コーバダイリアに集まる群衆その場に集まった人数は、ポルトガルの新聞王セキュロの記者のアベリーノで、アルメーダの推定によると3万人から4万人、コインブラ大学の自然科学の教授の息子であり、弁護士のホセアルメーダ・ギアレット博士の推定によると10万人であった。そこで実際に何が起きたかについては、様々な主張がなされてきた。 多くの目撃者たちによると、雨が降った後、暗雲の切れ間から不透明で回転する円盤のような太陽が空に現れた。それは、通常よりもかなりくすんだ色で、色とりどりの光を放ち、あたりの景色、人々、周りの雲を照らしたと言われている。そして太陽は地上に向かって突進し、猛スピードでジグザグに動いて、通常位置に戻ったと報告されている。目撃者は、 彼らの濡れた服は突如として完全に乾いた。雨で濡れてぬかるんでいた地面も同様に乾いた。と報告している。すべての目撃者が太陽のダンスを見たわけではなかった。あるものは光り輝く色を見たといい、信者を含むその他のものは全く何も見なかったという。現象が起きている間に唯一撮られた有名な太陽の写真には異常なところは見当たらない。 最初に、ファティマの聖母を見たという3人の子供たちもまた、イエス・キリスト、悲しみの聖母、カルメルさんの聖母、聖ヨセフが人々を祝福しているパノラマの光景を見たと報告している。1941年に書かれた、ルシアの回顧録の第4版によると、1917年7月13日の工場大イリアへの3回目の訪問の際、彼女は聖母に名前を尋ね、 皆が信じることができるように奇跡を行うことを求めた。聖母は求められた奇跡が起こる10月まで工場への訪問を毎月続けるようルシアに告げた。ファティマの一奇跡が起きる中、太陽を見つめる人々ファティマで起きた現象に関する記述はイタリア人のカトリック司祭で研究者のジョンネ・デマルキ神父によって収集された。 デマルキは1943年から1950年の7年間をファティマでの調査と当事者の詳細なインタビューに費やした。1952年に出版されたイマキュレートハートにおいてデマルキは10月13日にその場に居合わせた人々の中には信仰者もいれば不信仰者もいたし、敬虔な老女もいれば嘲笑する若者もいた。このような 入り混じったカテゴリーにいる何百もの人々から正式な証言を得た。報告内容は様々で、細部についての印象は雑然としているが、驚異的な太陽を見たことを直接否定するものは我々の知る限り誰もいなかった。と報告している。デマルキはこのテーマに関して目撃者による説明が多数収録されたトゥルーストーリー・オブ・ファタマなどの数冊の本を表している。 デマルキは群衆の反応を詳細に述べたオーセキュロ氏のアベリーノでアルメーダ記者による新聞記事も引用している。1930年、カトリック教会はこの現象には超自然的特性があると宣言した。ファティマの現場の近くに聖堂が建設され何千もの信仰者が訪れている。1940年、ローマ教皇ピウス12世は ファティマの聖母の出現を公認した。1950年、ピウス12世が聖母の非正典の競技を宣言した週、教皇は同じ太陽の奇跡を4回目撃したと述べた。1950年10月30日午後4時、バチカン庭園を散歩中の教皇がルルドの聖母像の前に着くと奇跡を見始めた。彼は手書きのメモの中でフの念に打たれたと述べている。 10月31日、11月1日、11月8日にも、教皇は同じ奇跡を目撃している。教皇は別の日の同じ時刻に太陽の奇跡を見ることができるか試したが、見ることはできなかった。教皇はこの話を、多くのバチカンの数奇教とシスターパスカリーナレーネルトに打ち明け、後に手書きのメモに残した。 このメモは2008年に発見され、バチカンに展示されている。2017年、ローマ教皇フランシスコは、フランシスコ・マルトとジャシンタマルトの取り次ぎによる1917年のファティまでの奇跡を認定し、二人は劣勢された。カトリック教義においては、この現象は1917年10月13日以前に、 たびたび姿を表した聖母マリアによる羊飼いの子供たちに対する約束の履行と考えられている。子供たちの説明によると、ファティマの聖母と称された聖母マリアは、彼らが真実を告げていることを人々に示すために、奇跡を行うことを約束し、太陽が空中で、信じがたいような動きをするのを群衆に見せた。カトリックは何、世紀にもわたって、聖母マリアを、 奇跡を行う人と考えており、この見解は21世紀まで続いている。様々な神学者と無神論的科学者がこの現象に対する科学的説明の限界について議論し、神の介在が太陽の現象を引き起こすための考えうるメカニズムを提示してきた。オックスフォード大学、イアン・ラムゼーセンター科学、宗教講座の研究部長であるアンドリュー・ビンセント・神父は、 科学的観点は奇跡を無視するものではなく、ファティマで起きた現象は、大勢の人が目撃しており、極めて信憑性が高いと述べている。彼は、通常の先入観は、科学的法則の範囲における理解不足を伴い、科学的法則とは、自由な作用因子から隔離された自然体系が、どのように振る舞うかを説明するのみであると述べている。彼は、この現象は、 最も類まれな性質と信憑性を持つ公的な奇跡であると結論付け、この現象が起きた年を1517年のプロテスタント主義、1717 17年のフリーメイソン、1917年の無神論的共産主義のようにファティマの食材のメッセージを求める歴史的に極めて重要な意味を持つ節目の年であると考えている。神学者、大学教授。 司祭であるスタンディ・エルジャッキは、神の介在によって、自然気象現象の強調的相互作用や表彰を伴う大気レンズの増強が予言された通りの時間に発生したこと自体がこの奇跡の本質であると結論付けている。太陽の運動を感知した観測所はなく、圧倒的多数の地上にいる一般大衆も気づかなかったことから、彼は太陽が動かなかったことは事実だとしている。 邪気はこの現象を次のように説明している。邪気は、信仰者はファティマで奇跡が起きたと信じるべきであり、歴史上最も偉大かつ、無比の奇跡的事実としてのキリストを人生の目的とする者は、奇跡を裏付ける事実に注目する必要があると述べている。デマルキ神父は、現象が起こる直前の大雨によってできた水たまりに対する太陽の影響のような、関連する、 奇跡的現象は本物であると信じている。彼は、この事例を研究した技術者たちは、目撃者によって報告されているような数分のうちに、できた水たまりを冷やがらせるためには、莫大なエネルギー量が必要であると考えていると述べている。また彼は、詳細不明の奇跡の予言、現象の突然の開始と終了、様々な宗教的背景を持つ観察者たち、 非常に多くの数の群衆の参加、1 8トル、離れた場所からの目撃、基地の科学的原因要素の欠如といった事柄が、集団幻覚や集団ヒステリーである可能性が低いことを示していると記している。デマルキは、明らかな神への言及、そしてこの話の全体的な状況を考慮すると、我々はこの歴史上最も明白で壮大な奇跡は、 神の実によるものと考えなければならないようだと結論付けている。20世紀末期のファティマの元精神科看護師で地方ジャーナリストのレオ・マディガンも批判者たちが主張する集団催眠の可能性を否定し目撃者たちの説明が一致しないのは驚き、恐怖、精神的高揚そしてこの現象の超自然的性質によると考えている。マディガンは人々が見たものは 聖母、マリア自身の光の反射が太陽そのものに投影されたものであると記している。2005年に撮影された現実進学者、科学者、会議論者たちは太陽の挙動について確立された科学的知識とは相入れない主張に応じてきた。科学系作家のベンジャミン・ラドフォードは次のように主張している。太陽は空中で実際にダンスをしていたのではない。 私たちがなぜそれを知っているかというと、言うまでもなく、地球上の誰もが同じ太陽の下にいるからだ。私たちに最も近い死にかけの星が突然天空で激しく動き出したら、間違いなく数十億もの人々が報告していただろう。ラドフォードは、アンジア・パレードリアのような心理的要因は、報告された出来事に対するより良い説明になりうると記している。 ラドフォードは太陽の奇跡やファティマやそれ以外の場所で起きた奇跡の目撃報告が嘘や作り話だというものはいない。むしろその体験は主に報告者の頭の中で起きたことではあるが彼らが体験したと主張する内容のことを実際に体験した可能性は非常に高いと述べている。またラドフォードは 水が突然乾いたことに関する主張に答えて、その事実は明確ではなく、報告されているほどの量もしくは時間の雨が降った、ことは、当時の現場の写真からはわからないと指摘している。The Evidence for Visions of the Virgin Mary において、著者のケビン・マクルーアは、コーバダ・イリアに集まった群衆は、数週間前に、同様の現象が報告されていたために、 太陽に何らかの兆候を見ることを期待していたと思えると述べている。このことに基づき、群衆は自分たちが見たいと思っていたものを見たと彼は考えている。またマクルーアは、彼が過去10年に彼が行った調査の中で、これほど矛盾する説明が集められた事例は見たことがないとも述べている。神学者のリサ・ジェイ・シューエーベルは、これが奇跡であるという主張には、 問題が多いと述べている。居合わせた全員が現象を目撃したわけではなく、それに加え彼らが実際に見たものに関する証言には、かなりの矛盾があると修営ベルは述べている。また、現地には何百もの報告者や写真家がいたにもかかわらず、主張されている太陽の現象の信頼できる写真が存在しない、そして本物として頻繁に登場する一枚の写真は、 実際には1917年以前に別の場所で撮られた日食の写真であるとシューエーベルは意見を述べている。ファティマでの目撃者たちを集団的に欺くことは不可能だった。また、現象は神の介在により離れた場所からは目撃できなかったと、論じるピオスカティッチ神父の説明のような超自然的説明は現象に居合わせた者たちは、 間違いなく自分たちの感覚によって欺かれていた。もしくは、彼らは、極地的な自然現象を体験した可能性があると、主張する批判者たちによって知りけられてきた。ルーバンカトリック大学の物理学教授であるオーギュスト、ミーセンのように、人間の眼球によって生じる、視覚的効果が、報告されている現象の説明になりうるというものも、いる。 ミイセンは2003年の国際シンポジウムサイエンスレリジョンコンシエンスにて聖母の出現と太陽の奇跡についての彼の分析を発表した。奇跡を体験したと主張する人々は彼らが報告した内容を本当に体験したとミイセンは感じる一方で太陽の奇跡は言葉通りに受け取ることはできず報告されている観測は太陽を長時間見つめていたことによる 視覚的効果であると述べた。ミイセンは太陽を短時間行事した後に網膜に移る残像が観測されたダンスの推定原因であると強く主張した。同様に目撃された太陽の色の変化は網膜の光需要細胞の退職によって引き起こされた可能性が最も高いとミイセンは結論付けている。ミイセンは 太陽の奇跡は宗教心あふれる巡礼者たちが太陽を見つめるよう進められた場所で多く目撃されているという事実に注目している。ミーセンは1949年のドイツヘイロルツバホ派での例を引用し、その事例では1万人を超える群衆のうちの多くの者がファティマで見られたものと同様の現象を目撃したと証言した。ミーセンはまた 太陽の奇跡のいくつかの現代の事例について論じるブリティッシュジャーナル・オブ・ローサル・マラジーの記事も引用している。レーゲンスブルクの気象学者のシュテックル博士も同様の理論と見解を提示している。批判者たちはまた雲、大気効果、自然光の組み合わせが報告されている視覚現象を生じさせた可能性も示唆している。スチュアート・ギャンベルは1989年版の ジャーナル・オブ・ミテラロジーにおいて10月13日に清掃圏のゴミの雲が太陽の外観を変化させ目視するのを容易にし黄色、青色、紫色のようにまた回転しているように見えさせたという仮説を立てたこの仮説の裏付けとしてキャンベル氏は青色と赤色になった太陽が1983年に中国で確認されていることを報告したポール・シモンズは ウェザー・シークレッツ・オブ・ミラクル・アット・ファタマと題された記事の中で、ファティマでの光学的効果のいくつかが、サハラ砂漠からの砂嵐によって引き起こされた、可能性はありうると述べている。科学的会議主義者で研究者のジョー・ニッケルは、ファティマで報告された、踊る太陽の現象は、太陽が薄い雲に透けていたので、銀色の円盤のように見えたというような、光学的効果と、 気象現象を含む要因の組み合わせである。その他には、異なる密度を持った雲が、次々と通り過ぎることで太陽の像が増光と、現行を交互に繰り返し、太陽が前後に進むように見えた、もしくは大気中のゴミや水滴が太陽光を屈折させた、結果、多様な色を出現させたという可能性がある。と記している。しかし、ホセ・マリア・であるメーダ・ギャレット博士は、 霧から透けて見える太陽と見間違われる可能性はない、と意見を述べている。また、ニッケルは、異常な視覚効果は、太陽の強力な光を見つめたことによる網膜の一時的な、障害、もしくは、比較的よく見られる、大気光学現象である現実によって、引き起こされたという可能性も示唆している。また、ニッケルは、1988年のテキサス州、 ラボックでの聖母の出現。1992年のコロラド州ゴールデンのマザーカルビに聖堂、1990年代前半のジョージア州コンヤーズのような聖母の出現が報告されている場所に、新人深い見物人たちが何かしらの奇跡的現象を全面的に期待して頻繁に来ることに注目し、目撃者たちは心理的に暗示がかかりやすかったという点も強調している。 ありがとうございます。